いつもご視聴ありがとうございます。本日は JR 武蔵野線をメインに西船橋駅の帰宅ラッシュの混雑状況を見ていきます。本日は赤枠で囲った列車の混雑状況を見ていきます。本日は JR 東日本をご利用ください。7時45分発各駅停車府中本町行きです。ご乗車ありがとうございました。西船橋駅に到着です。9番線の電車は武蔵野線新松戸南越谷方面の府中本町行きです。階段エスカレーター付近混み合います。分かれましてご乗車ください。次の電車もご利用ください。まもなくドア閉まります。閉まります。それからご乗車お願いください。私は西本の地域次の電車お待ちいただきました。お客様ありがとうございます。次の電車10番線発車です。同じく10番線からとなります。
西船橋9番線に到着です。西船橋に到着です。10番線の電車は新松戸南越谷方面府中本町行きです。西船橋9番線に到着です。到着は電車は新松の南越谷方面、武蔵野線府中本町行きです。
所沿い行きましょう。花の武蔵野線府中本町方面の電車は9番線11分発の電車となります。